寸外途上は、ブルネーダルサラーム国の最西端である、ブルネーのブライト地区に位置する。寸外途上は2つのブルネーマレー語からできた地名であり、寸外は、川、または、小川、途上は、数字の7を意味する。つまり、日本語に直訳すれば、7番目の川となる。寸外途上村と呼ばれることもあるが、この地域には、もともとの集落は存在しなかった。税関。 税務局、入国管理局が置かれ、46名の入国審査官が勤務する。警察官も配置されているが、その任務は、国境の監視、国家の安全保障、犯罪対策である。スンガイト上国境検問所のブルネー出国員スンガイト上国境検問所のマレーシア入国員スンガイト上は、ブルネーのブライト蓄財生,生誕に位置し、国境を挟んで、 マレーシア・サラワク州のレンティス村と向かい合う。スンガイツ城は、西と南がマレーシアとの国境に接し、東はブルネーのスンガイティガ村に接し、北は南シナ海に面する。ブルネーには、サラワク州へ至る陸路の国境検問所が4カ所、あるが、そのうちのブライト地区にあるものは、スンガイツ城検問所が唯一である。他の3つは、 マレーシアのリンバンに至るブルネームアラ地区のクアラルラー、検問所、テンブロン地区にある、プニ入国管理局とラブ入国管理局である。スンガイツーは、ブルネイの国王によって、長い間、王領であると主張されてきた。事態が変化したのは1882年で、時の国王、アブドゥルモミンは、永久に、年間6000ドル支払い続けることを条件に、 バラムボンチ3万平方キロメートルを白人の王が統治するサラワク王国に活上した。現行の国境は1958年にイギリスによって確定された。当時のイギリスがサラワク植民地の主権を有し、ブルネーを保護国にして外交の責任を保持していたからである。1960年代にサラワク州右市とサラワク州西部を呼び、 ブルネとの間の人や物の流れを制御するために入国管理局が建設された。入国管理局は設置以降、継続的に国境付近の整備を進め、2003年にはマレーシアのバラム川にアセアンブリッジを加強した。2005年には初めてフリークエントトラベラーズカードをスンガイツ上で導入した。これはブルネ・マレーシア両国の住民が両国間を往来する際に、 パスポートの代わりの正式な証明書として、マイカというスマート IC カードを利用することができるようになった。マレーシアの国境を横断するフェリーに接続するいくつかの主要道路とラサウ橋は舗装されている。クアラブライト初の定期的な路線バスがスンガイト上に乗り入れており、スンガイト上入国管理局が終点となる。この先マレーシアに向かう場合、乗客は 税関と出入国審査を通過し、徒歩で右行きのバスに乗り換える必要がある。標準マレー語では一般にトゥージューと表記する。ありがとうございます。